駅構内安房白浜駅は、千葉県南房総市白浜町白浜にある JR バス関東日東交通の自動車駅である、国鉄バス時代から設置されている歴史の古い自動車駅で JR バスに継承後も JR バス関東立山支店管内の重要な拠点となっている、帰省本線の白浜駅をはじめ他の白浜駅と区別するため駅名に、旧国名の 安房を関する、房総半島の最南端にあり、野島崎東大や白浜温泉といった観光スポットに近接する南房総地区を路線バスで周遊する際の重要なターミナルであり、鉄道が通っていない南房総市白浜地区の実質的な公共交通網の中心となっている。かつては、同支店の安房白浜営業所として、車庫機能も有していた。 車両の常駐や大白があったが、南房州本線の厳便や当駅等の JR バス路線が立山日東バスに移管されたことに伴う合理化で縮小され営業所は廃止された。その後、2016年に入って老朽化による建て替え工事を実施することになり、同年10月26日より切符売り場が移転、乗降場所も同年11月1日より移転し、 旧駅舎は取り壊され、2017年3月末までの予定で工事が行われていたが、当初の予定より遅れ、2017年6月27日より、新バスターミナルの供用が開始された。モータリゼーションの進行や地域の過疎化に伴って、一般路線の利用者は減少しており、縮小傾向が続いているが、一方で、南房総の道路交通事情は、東京湾、 アクアラインや、フッツタテ山道路の開通に伴って、劇的に改善された。当駅も白浜地区における高速バスのターミナルの役割を担うことになった。1999年以降は高速バス、房総名の花号の運行開始によって、当駅は東京と直接結ばれるようになり、2017年11月からは、南総里見号の乗り入れも開始され、千葉とも結ばれることになった。 車庫機能はなくなったが、校内には高速バス利用者用の駐車場が整備され、白浜地区のパークライドの結節点として、機能するようになった。旧駅舎1番線2番線降車線用3番線、4番線5番線あたり駅に乗り入れている、日東交通グループのバス路線は、高速バス、南総里見号を除き、かつて国鉄、JR バスが運行していた。 一般路線と JR バスが運行に携わっている高速路線である。ありがとうございます。